皆さん、こんにちは。アートウィーク東京のオンライントークへようこそ。アートウィーク東京は、東京という都市の文脈に息づく現代アートを世界に向けて発信するプロジェクトです。今日は、このアートバスに作品を出品している塩見美恵子さんのお話を、国立国際美術館主任研究員の橋本梓さんを聞き手に、時間と空間を超えて塩見美恵子の世界というタイトルでお届けします。近年、世界的なアートシーンにおいて、60年代や70年代のアート運動をはじめとする歴史の振り返りがあります。そうした中、美術史において重要なアートの運動、フルクサスのメンバーであった塩見美恵子さんから、世界が今ほど近くなかった時代にどのような表現をされていたか、貴重なお話を伺います。では、橋本さん、どうぞよろしくお願いします。はい、今回は塩見さんがこれまで続けてこられた様々なジャンルのお仕事の中から、特にパフォーマンスに焦点を当てて年代順にお伺いしたいと思います。東京芸術大学アプリカに在学中にクラスメートの小杉武久さんや水野修子さん、それに水野さんの友人で千葉大出身の刀根康直さんたちとグループ音楽を結成し、テープ音楽の作成や即興演奏を行われ、1961年には最初のコンサート、即興音楽と音響オブジェのコンサートを草月会館ホールで開催されました。そして大変注目されました。そうした音楽の演奏からどのようにしてアクションポエムへ移行されたのでしょうか？普段私たちは、大学の学理科研究室で、即興演奏の練習をしていたんですが、ある時、他のメンバーたちが立てるあまりにけたたましいアグレッシブな音にうんざりして、思わずテーブルの上に置いてあった鍵束をつかんで、天井に向かってこう投げ上げて、カチャッという小さな金属音でオスティナート、つまり同じように続く音を作り始めてしまったんです。初めのうちはなるべく等間隔に同じ強さの音を出すように意識して、投げ上げるタイミングや強さをコントロールしていたんですが、ふっとこれってもう音楽の演奏とは言えないな。でもこうしたアクションもなんだか面白いから、アクションの芸術ってあってもいいんじゃないかしらと思う瞬間があったんです。それはほんの予感のようなものでしたけれどね。で、1961年の9月15日に私たちはデビューコンサートを行ったんですが、演奏が終わった後で音楽評論家の秋山邦治さんと、ニューヨークから帰国されて間もない作曲家の一柳敏さんが楽屋まで来てくださって、すっごく面白かったと言って激励してくださいました。そして11月に同じ草月ホールで開かれる予定の一柳さんの作品発表のコンサートに、グループ音楽も加わって一緒に演奏してほしいって頼まれたんです。もちろん私たちは喜んで引き受けました。で、そのコンサートのプログラムの最後にある IBM という作品では、図形楽譜に記されている2種類の記号に対して、2つの異なったアクションを行うようにって言われたんです。その時初めて、ああ、アクションミュージックというジャンルもあるんだ、私の予感は当たっていたんだって思いましたね。まあ、考えてみれば楽器の演奏も一種のアクションですから、物体を対象に演奏するということがあってもいいわけですよね。はい、その IBM という作品では、アクションとしてはどのようなことが行われたのでしょうか？そうですね。舞台では7、8人の演奏者が、パイプ椅子を蹴飛ばしたり、床に寝そべったり、木材に電気ドリルで穴を開けたり、釘を打ったり、それからテープを舞台中に張り巡らせたり、カンバスに絵の具をまき散らしたり、すり鉢を割ったりしていました。で、私は東京理科大学の学生さんが、テルミンの原理を応用して作ったという電子楽器のような装置を学生さんごと借りてきて、こう天井から吊るした金網の前で手をひらひらさせて電子音を発生させたり、石鹸水をストローで拭いてシャボン玉を作ったりしていました。まあ、当時としてはセンセーショナルなコンサートでしたね。その後、私の方は大学が終わったので、1962年に岡山の実家に帰ったんですが、一度リサイタルを開きたいと思って、東京で経験してきたこと、つまりテープ音楽や図形楽譜の演奏や
アクションミュージックなどを含んだコンサートを行ったんです。でも終わった途端に、それらはもう自分にとっては過去のもので、この方向は続けてもつまらないという気持ちになったんです。何かもっとすっかり新しいものを作り出したいという願いで、それ以後は子供の頃から憧れていた自然の中で、その何かの要素を対象にした行為のアートの可能性を探ってみることにしたんです。自分では原点に戻ったという実感がありましたね。それを勝手にアクションポエムと呼んでいたんです。アクションミュージックの次の段階というわけですね。で、そのうち同じような行為の芸術をニューヨークではイベントと呼んでいるらしいということが分かって、それ以後はイベントとも呼ぶようになりました。なるほど、まあ、いわば先鋭的な音楽を突き詰めていくグループ音楽としての活動を通してアクションミュージックに出会われ、その後原点にまた立ち戻って新しい創作を始めようとしてアクションポエムが出てきたということなんですね。最初の作品というのは何だったのでしょうか。またそれは演奏されたことがあるんでしょうか。最初に書いたのはミラーという作品で、インストラクションは砂浜の上に海の方へ背を向けて立つ、鏡を顔の前に持ってその中を見る、それから海の方へ後ろ向きのまま歩いていき水の中へ入るというのですが、初演はニューヨークから帰った年でしたから、1965年の夏だと思います。とてもよく晴れた日に瀬戸内海のある遠浅の浜辺で一人で行いました。海の中にどんどん入っていくと鏡に映る水平線が次第に近づいてくるように思えるんですね。だんだん深くなってくると、こう波で体が揺れるでしょ。もう海や空と自分との区別がつかなくなるというか、すっぽりと包まれてしまったようで、めまいがしそうな感覚だったことを覚えています。それから2004年にはサウンドアーティストの村井啓哲さんがギャラリー360度が企画された富士山でベン・パターソンの70歳の誕生日を祝うためのバスツアーで、山梨県の精進湖で行ってくださいました。後で彼が言うにはね、本当は湖の対岸までステップバックしていって、向こう岸からお授業したかったんですって。でもだんだん深くなって体が浮いてきたので、引き返したんだそうです。あの湖は実際は深いところで水深15メートルもあるんですよ。まあ、対岸が見えている砂浜だったから冗談にしろそんなイメージも浮かんだんでしょうけれど、瀬戸内海では到底思いもつきませんでしたね。その後に塩見さんは1964年にジョージ・マチューナスからの勧めで、フルクサスに参加するためにニューヨークへ行かれて、約1年滞在されたわけですけれども、塩見さんの代表作ともいえるスペーシャルポエムはどのような経緯で始められたのでしょうか。1965年から始まって10年間にわたる長いプロジェクトとなりましたけれども、はい、ニューヨークのフルクサスのメンバーの方たちは皆さんとっても親切で、マチューナスが企画したパーペチュアルフルクスフェストの一環として、ワシントンスクエアギャラリーで行った私のソロコンサートでも何かとヘルプしてくださったり、他のいろんな面白い物よし物にも連れてってくださったりして、まあ、それはそれでとても楽しかったんですが、半年以上経った頃から、何かこのままこんな風に甘えているだけではいけない、もっと自分の力で広い世界とつながりたいという思いが湧き上がってきたんです。で、一方で、当時書いていた作品は誰もが日常の中で、自分で行って楽しむといういわば Do it yourself の性格を持ったもので、この方向性は捨てたくなかったんですね。で、この個人的なイベントと広い世界とのコミュニケーションっていう、ある意味で矛盾することを結びつける方策として、地球を一つのステージと考えて、世界各国の人たちが同じイベントを行い、それについての報告を送ってもらって、それらを世界地図の上に編集して送り返すというアイデアが浮かんだんですね。それでどんな人たちに送ればいいかわからなかったので、早速マチューナスのところへ相談に行きましたら、ああそれはいい考えだ、その招待状はこの人たちに送りなさいと言って、フルクサスの住所録を手渡してくれたんです。
当時ではこうしたコミュニケーションにはエアメールが唯一の手段でした。具体的にはどのようなイベントを行ったんでしょうか。最初は美術、音楽、文学など、どんな分野の人にも共通する、言葉のイベントにしました。白紙のカードを添えて、同封したカードの上に何かの言葉を書いて、それをどこかへ置いてください。そしてどんな言葉をどこへ置いたか知らせてください。それらを世界地図の上に編集しますからというものでした。まあ、地球にみんなで言葉のコラージュをしようと思ったわけですね。70人以上の人が参加してくださったので、結局地図版に旗を立てるような形で皆さんからの回答を編集しました。このスペシャルポエムは最初からシリーズで行うつもりでスタートして、最終的には全部で9つのイベントになりました。2番目は方向のイベントです。世界の時差の表を同封して、同一の瞬間に皆さんがどんな方向を向いていたか、あるいは向かって動いていたかについての報告を送ってもらったんです。まあ、イメージとしてはこう地球を俯瞰できるような位置からスナップ写真を撮るような感じですね。特に面白かったのは方向という概念の解釈の多様性で、例えば自分の体の各部分、つまり左右の腕や足、お腹や顔などが向いている方向をそれぞれ別個に書き出して、でも全体としてはどちらの方向に向かって動いていたなどという報告もあれば、自分は単純化の方向へ向かっていたとか、4杯目のビールから5杯目のビールへ向かっていたというような報告もありました。その他、意図的なパフォーマンスとしてはエレベーターの中に回転椅子を持ち込んで座って、上に上がるボタンを押してから椅子を回したので、こう螺旋状に上がりながら360度全方向へ向いていたというのもありました。これは実はマチューナスからの報告なんですが、彼は後に全報告を世界地図の上にデザインしてフルックスアトラスとして出版してくれました。3番目は落下のイベントです。落下という現象は地球の中心点へ向かおうとする動きの断片ですよね。今こうしている間にも無数の物体が落下しています。このイベントではある期間に、偶然にしろ意図的にしろ、落下したものについて報告をしてもらったんです。一番印象的だったのは、毎日夕方の7時台に同じ十数メートルの高さから異なった重さの石を落下させ続けたという報告です。まるで死のような行為ですね。これぞまさにアクションポエム、脱帽です。それから4番目の影のイベントは、透明なフィルムにシャドウという文字を黒で印刷したものを同封して、そのシャドウの影をどこかへ投影してもらったんです。これはさすがに写真による報告が多かったですね。その後、開くイベント、軌道のイベント、音のイベントと続けました。この音のイベントも方向のイベントと同じく、同一の瞬間に聞こえた音について報告してもらったんです。みんなの耳に聞こえている音を合成したらどんな音になるか、一種のグローバルシンフォニーですね。で、結果的には人の暮らすところでは鳥のさえずりと車の音が一番多いことが分かりました。8番目は風のイベント。そして最後の9番目は消えるイベントです。10年かかりましたが、これは地球とそこに暮らす人間の営みへの私なりの参加、応答だったのです。1976年には全報告をまとめた本を自費出版して、参加者全員に贈呈しました。はい。先ほどアクションポエムについてお話しいただいたんですけれども、そのスペシャルポエムとも絡めて、ポエムということについてもう少しお考えをお聞かせいただけますでしょうか。はい。海外の人たちからよく、9つのイベントがあるのになぜスペシャルポエムと単数形なのか、スペシャルポエムズと複数形ではないのか、と聞かれることがあるんですが、その質問に対しては、一つ一つはイベントで、この全体のコンセプト、つまりこの上も下もない丸い地球の表面に住んでいる人々の感じ方や
行動の多様性が引き起こすハーモニーのようなもの、それを私はポエムと呼んでいるのですというと、皆さん納得してくださいます。実際報告を読んでいますと、皆さんが日常の中の些細な事柄を今までとは少し違った視点で眺めてみること、いかに楽しんでらっしゃるかがよくわかるんです。そうした感じ方そのものの中にポエムが立ち現れるというふうにも思っています。エアメールという手段を通じて、スペシャルポエムは日常に展開することが可能となりました。で、他方ですね、塩見さんは舞台でのパフォーマンスも発展させていかれました。その始まりについて、そしてそのキーワードでもあるインターメディアということについてお話を聞かせください。イベント作品は、コミュニケーションとしてはスペシャルポエムに広がっていったわけですが、一方で、舞台上でのパフォーマンスとしてももっと発展させられないかと思い始めていたんです。ちょうどそんな頃、1966年に開催された空間から環境へという展覧会の関連コンサートとして、蒼月ホールでハプニングコンサートが開かれることになって、それに新作を出すようにって頼まれたんです。そこでコンパンドビュー1という作品を書いて、あいおんさん、秋山邦治さん、山口勝弘さんと私の4人で演奏しました。それは言葉を含めていくつかのイベントの要素を合成したようなものでしたが、このシリーズは3番まで作って、テレビ番組のために局のスタジオなどでも演奏しました。この頃は拡大の一途をたどっていまして、ついに1969年にはグループ音楽のメンバーの小杉さんと利根さんと私の3人でインターメディアアートフェスティバルを企画するようになったんです。フルクサスの作品を当時のできる限りの解釈で具体化して演奏しました。このインターメディアという言葉はフルクサスの仲間のディック・ヒギンズが提唱した概念ですが、いくつかの媒体、つまり音や光や言葉などが互いにそれがなければ全体が成り立たないような仕組みで結びついている状態と言ったらいいでしょうか。実際私の新作「アンプリファイド・ドリーム」もそうしたシステムで、音や光や文字や人の動きが互いにトリガーとなって全体が進行していくようなものでした。そして90年代に入ってからは、より新しいテクノロジーにも興味を持たれて、パフォーマンスに取り入れていかれました。何かきっかけとなる出来事があったのでしょうか。あれは1990年の11月でしたね。神戸のジーベックホールで開かれた神戸国際現代音楽祭90の中で、音楽とテクノロジーというワークショップとコンサートがあって聞きに行ったんです。そこではセンサーとコンピューターをつなげばどんなことができるかというデモンストレーションもあったりして、とても面白かったんです。こうした技術は音楽やパフォーマンスの可能性を広げる一つの新兵器になるなって思ったので、そこで知り合ったコンピューターミュージシャンの藤枝守さんに協力をお願いして、2年後にはそうした電子テクノロジーを使った自分の作品のコンサート、メディアオペラを G-BEC で上演しました。一例を挙げますとね、ピアノの上のビリヤードという曲では、グランドピアノの弦の上に200個ぐらいのビー玉を並べておいて、ピアニストが鍵盤をこう強く叩くと、ビー玉は弾かれて転がりますよね。そして半音階的なかすかな音を奏でるんだけれども、もしどの玉も転がらなかったら、つまり弦の上にビー玉が乗っていなかったら、ビリヤードプレイヤーは弦から10センチぐらい上の空をつくんです。そうするとそこにはセンサーのビームが通っていて、それが遮られたことで、あらかじめ録音してあった本物のビリヤード場の音、例えば台の上でボールがパーンとぶつかってはゴロ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 と転がる音なんかがスピーカーから聞こえてくるような仕掛けになっているんです。ちなみにこの曲のピアノ譜は88の鍵盤がどれも一度ずつ叩かれるように単純な12音技法で書いてあって、時々このおかしなビリヤードをからかうようにシューマンのアルルカン、道化師の断片をピアニストが弾くんです。この曲はその後、今はもうありませんが、東京の RB 版でも演奏しました。1990年にテクノロジーの可能性に出会われて、92年にはメディアオペラでそれを
取り入れた新しい試みをされたということですね。でさらにその2年後の94年には同じく神戸の GBEC でフルクサスメディアオペラを開催されました。ここではどんな試みをなさったんでしょうか。チラシにはリモートフェスティバル by インターナショナルテレフォンというような文字も見えるんですけれども、ここでは2つの全く異なったことを試みました。一つは今お話ししたメディアオペラで経験した、当時の電子テクノロジーでフルクサスのスコアを解読したらどんなことができるだろうかということですね。でコンピューターに詳しい音楽家を交えて、数人のチームを作ってプランを練りました。そして全部で40曲以上を取り上げて、それらの組み合わせを考え、コンサートを通じて常に2、3曲が同時に演奏されているような複合的なパフォーマンス空間を作ったんです。でこのうちコンピューター絡みの作品は10曲でした。例えば、フィリップ・コーナーのピアノへの敬意プラスワンノートワンスという作品では、コンピューターにつないだミディ自動ピアノの中音域で、一人の演奏者が頭をゆっくりと下げて1回だけガーンとヘッドクラスターを行うと、そのままそこから鍵盤の左右へと繰り返し繰り返し音を立てながら波紋のように広がっていくパターンを作っていただいたんです。これは左近田信康さんというコンピューターに詳しいサウンドアーティストが実現してくださったのですが、それはとても鮮やかで美しいものでした。その他にも数人のパフォーマーたちが本を目読しながら広いスペースを直線的に思い思いのスピードで歩いて往復すると、途中にセンサーが仕掛けてあって、そのビームを誰かが横切るたびに、このコンサートのために海外のメンバーから送られてきた声やマチューナスの笑い声なんかが聞こえてくるんですね。本を読んでる人たちは全くの無言だというのにね。それからデュセッペ・キアリのテーブルから鍵盤上への物体の移動、その物体の音とリズムの模倣という作品では、テーブルからピアノの鍵盤の上に11個の石を移動させて鍵盤上でそれらを絶えず並び替えるということを行ったんですが、鍵盤上にはセンサーのビームが通っていて、パフォーマーの手がビームを遮るたびにあらかじめサンプリングしてあった石の音がスピーカーから聞こえてくるんです。スピーカーから出る音は本物の石の音ではなくて石の音の模倣音ですからね。まあこうしたテクノロジーを使えば当時としてはちょっとした魔法のような楽しいことができたわけです。はい、なるほど。プログラミングの技術を、取り入れてフルクサスのスコアを新しく解釈して、かつてはやはり想像もできなかったような表現が可能になったということですよね。すごく見てみたかったです。2つ目はどんなことだったんでしょうか。そしてもう1つは遠隔フェスティバルと称して、海外のメンバーたちの作品を招待したり、電話機をホールへ持ってきてスピーカーにつないでもらって、事前に参加を引き受けてくれた人たちに本番中にこちらから電話をかけて一緒にパフォーマンスを行うということだったんです。もちろん何を行うかも決めておいて、その時刻には受話器の前に待機してもらっていたんですけれどね。例えばカナダからはジェフリー・ヘンドリックスにディック・ヒギンズのガング・ザングのインストラクション、一方の足を前に出してそれに体重を移し、もう一方の足を前に出してそれに体重を移しというナレーションを永遠と繰り返してもらって、それに従ってパフォーマーや会場のお客さんたちも一緒に歩いてホールを出るといったようなことや、あ、そう、これにもある地点にセンサーが仕掛けてあって、人々がビームを横切るたびにいろんなダンス音楽が鳴るんです。本当はこう踊り出したくなるような楽しい音楽なんだけれど、人々はカナダから送られてくる声に従って、まるでロボットみたいに一歩ずつゆっくりと歩かなくてはならないんです。そういうギャップに気づいて眺めると、それもまた面白い光景でしたね。それからベングト・オブ・クリットベルグにコールス・カント1っていう曲があるんですが、これは遠くにいる両者が互いに呼びかけ合う、そしてそのやり方を次第に複雑にしていくという内容なんですね。彼はスウェーデンの人ですが、その時はフランスの別荘にいらしたので、神戸と南仏というとても離れた場所にいる者同士で行ったんです。呼びかけの複雑化の方法として、こちら側は最初は1人、
次は2人、4人、7人と次第に人数を増やしていって、最後の8回目は33人全員で呼びかけました。そして彼には前もって毎回呼びかける人の名前も知らせておいたので、こちらが、おーい、ベーンって言うと、彼は毎回、ハロー、誰々、誰々って名前を呼んでは、How are you? You と、人の数だけ You を繰り返してくるんです。途中からは、こちらはプロセッサーでエコーをかけたりして、音声を次第に複雑にしていったんですが、それに対して彼の方は、次第に長くなる名前の羅列や You の繰り返しをとっても音楽的なイントネーションで発音しながら、複雑化してくるんです。両者の呼びかけ合いの息がぴったりとあって、とても地球を半周するほど遠いところにいる人とのやりとりとは思えなかったですね。彼は後で手紙をくれて、電話が切れた後も、しばらくの間興奮が冷めなかったと言ってくれました。まあ、この当時は今のようにインターネットで簡単に離れた人をつなぐということはできませんでしたから、こうしたプリミティブな方法は逆にエキサイティングでしたね。昔は地球は大きかった。そうですね。1990年代半ばは、Eメールも今ほど一般的ではありませんし、飛行機での移動も気軽なものではなかったと思います。で、そのような時代に電話を使って距離を埋めつつも、まあ、遠さが生み出すダイナミックさも表現されていたということですね。まあ、ライブパフォーマンスならではの、まあ、緊張感と喜びがあったのではないかなと思いました。さて1990年代以降は、フルクサスの世界的な再評価が進んでいきまして、しおみさんも1990年にベネチアビエンナーレで開かれたユビ・フルクスス・イビ・モトゥスへの参加を皮切りに、さまざまな活動を展開してこられました。2001年には国立国際美術館でフルクサス裁判というパフォーマンスを行われましたけれども、それについて聞かせてください。ドイツにおけるフルクサス展というのが巡回して、国立国際美術館へ来ることになったとき、ドイツ側のオーガナイザーだったルネ・ブロックが、大阪には塩見がいるはずだから、彼女にパフォーマンスをしてもらったらどうかっておっしゃったんですって。それで当時の学芸員の方が相談に見えたんだけれど、まず予算が少ないっておっしゃるの。じゃあちゃんとしたピアノは借りられないから、運送料だけで、ただで借りられるアップライトのジャンクピアノを借りてきて、それを破壊してみようかなって思ったんです。そもそも1962年にビースバーデンでのコンサートから始まったフルクサスの象徴的なパフォーマンスはピアノの破壊でしたからね。そしてこのパフォーマンス全体を40周年を前にして自らを裁いてみようという意味でフルクサス裁判というタイトルにしたんです。25曲ほどを8人で演奏したんですが、まずコンピューターの合成音声で告発文が読まれるんです。例えば、電気を不法に盗んだことはありませんか？国を象徴する歌である国歌を侮辱したことはありませんか？郵便局の職員たちを混乱させたことはありませんか？テレビを海に投げ込んだことはありませんか？っていうような実際に誰かが行った事柄もあれば、この会場の中に赤い光と緑の光が見えますが、これも誰かの作品なのでしょうか？フルクサスのパフォーマンスでは往々にして作品が無断で、しかも勝手な解釈で演奏されているようですが、皆さんの間にはそれを認める暗黙の協定でもあるのでしょうか？今までに異議を申し立てた人はいませんか？というような一般的な質問もあります。で、それらの問いに対してはパフォーマンスで答えていくというわけです。で、最後は壊してもいいと言われたピアノを7人のパフォーマーたちがノコギリで切ったり電気ドリルで穴を開けたり釘をガンガン打ちつけている中で、私はベートーベンのムーンライトソナタを弾き続けました。壮絶な快感でしたね。はい。
その後は2013年にも大阪の国立国際美術館で、塩見美恵子とフルクサスというコレクション展に際して Music Today on フルクサスと題して、蓮沼修太さんとのグループと一緒にパフォーマンスをなさいましたよね。で、展覧会の方では、スペシャルポエムへの参加者からの、お返事の手紙が、全て美術館に所蔵されたことを記念して開催されたものでした。あのパフォーマンスでは、上の階のバルコニーからたくさんの紙飛行機が降ってきたシーンが特に印象に残っているんですけれども、その作品についてお話しいただけますでしょうか。あれはフォーリングイベントのバリエーションの一種で、滑空する風がという副題がついています。今まで海外でもフォーリングイベントのリアリゼーションとして、バルコニーから紙飛行機を飛ばすということは何度かされたようですが、あの時はコの字型のバルコニーの3箇所に、合計25人のパフォーマーに並んでいただいて、番号のついた200機の紙飛行機を8機ずつ受け持ってもらって、下の階に置いたメトロノームのゆっくりとしたビートに合わせて、全員が心の中で一斉に拍を数えながら、自分の飛行機の数になったらそれを飛ばすということをしていただきました。滑空する飛行機の密度がまばらになったり密になったりするように、また空間的にも程よい広がりになるよう考えて表を作って飛行機の割り振りをしました。例えばメトロノームのビートで36拍目から39拍目まではどんどん飛ぶ飛行機の数が増えても、逆に次の40拍目と41拍目は一機も飛ばないとか、とにかく200機の紙飛行機が滑空して落ちるための時間と空間のデザインをしたわけです。紙飛行機を飛ばすパフォーマーの一人だった方が後でお便りをくださって、今後の人生で何か心が乱れることがあってもあのシーンを思い出せば大丈夫だと思いますというようなお言葉をいただいて嬉しかったことを覚えています。そうだったんですね。この催しは、リアルタイムでフルクサスに触れたことのない比較的今若い世代の方に塩見さんのお仕事を知ってもらいたいと思って企画をしたものでした。なので、参加したかったからそのようなお便りがあったっていうのは私も担当者としてとっても嬉しく思います。で、その翌年となる2014年にも東京都現代美術館で6夜に及ぶフルクサスのパフォーマンスフェスティバルが開催されています。フルクサス・イン・ジャパン2014ですね。この時は海外からベン・バターソンとエリック・アンダーセンが招待されてきました。実はもう一人ミラン・クニザクも来日する予定だったんですが、急病で来られなくなったんです。日本からは小杉竹久さん、アヨーさんと私の3人が参加しました。みんな一晩ずつを受け持って、最後の日はフルクサスの他の人たちの演奏もみんなで演奏したんです。私の日はピアノを中心にプログラムを組んで、イタリーの作曲家ジュセッペ・キアリのムシカマドレとフィリップ・コーナーのペタリ・ピアニッシモを自分で演奏して、あとは私の作品4曲を他のパフォーマーの方たちと一緒に演奏しました。最後のフルクサスメモリアルサービスという曲では、会場の皆さんにステージまで降りてきていただいて、私がビー玉を 2,3 個ずつ手渡してグランドピアノの弦の上に落下させてもらったんです。ちょうど喧嘩をする時のように音をお供えしていただくわけですね。そして終わった人はピアノを遠巻きにしてステージに残っていただき、全員がビー玉の音のお供えを終えたら、10秒間ほどみんなでこう手を合わせて亡くなったメンバーたちを偲びました。この時は BGM としてワグナーのタンホイザー序曲を流したんですが、この曲はヒロイックであると同時にしめやかな部分もあって、よく合っていたように思います。このビー玉を使った作品はもともとはグランドピアノのためのフォーリングイベントといって、ピアニストがゆっくりとしたポピュラーな曲を弾いている最中に弦の上にビー玉を落下させてオブリガートをつけるというもので、落下させる人はソロでもいいし観客に参加してもらってもいいというものです。この場合は宗教的な意味合いを持ちませんが、こんな風に音の喧嘩として追悼式のように演出することもできるというわけです。なるほど、フルクサスのメンバーがこうして、50年近く経ってまた集ってで
ですね、パフォーマンスができるというのは本当に素晴らしいことだと思います。世界中に広がったフルプサスのという、まあ、運動が今こうして美術館の中にも居場所を見出したわけなんですけれども、そのイベント作品がまたさらに若い世代の人たちによって新たに解釈されていくのは、まあ、これからも楽しみなことだなというふうに思います。で、今年2021年の春に、神戸のサロンという場所でですね、塩見さんの展覧会パフォーマンス&ビジュアルワークス2021 in 神戸が開催されました。でこれは八重地というグループが企画運営したもので、8日間にわたって塩見さんのイベントが毎日演奏されるというものです。で八重地は、まあ、体を使ったアート、音楽、パフォーマンスをするためのプラットフォームとして、国立国際美術館の開館40周年記念展をきっかけに、まあ、生まれたものなんですけれども、こうしたパフォーマンスという表現行為に関心を持ってで実践する人たちの裾野は広がっているようです。ちょっと大きな質問になるんですけれども、塩見さんご自身にとってパフォーマンスとは一体どういうものなのでしょうか。パフォーマンスには作家によっていろんなタイプがありますが、私のパフォーマンス作品の核となっているのは一つのコンセプトなんです。例えば方向とか時間とか、あるいは往復や開閉といった二元的な動きとか、そして音楽と影のような異質なものを組み合わせたり、発音される言葉の音声とイメージを音と同じように扱っているものも多いですね。私は音楽出身ですから、どんなパフォーマンスもある一貫した時間の流れに乗って行うというニュアンスが強いです。多分、視覚的に拡大された音楽作品と言っていいかと思います。八重地の方々も合計10曲を1日につき5、6曲ずつ演奏してくださったんですが、全部の記録映像を拝見しますと、日を重ねるごとに演奏者の皆さんが同じ時間の流れに乗ってパフォームしているって感じられるようになるんです。まあ、経験を積むとはこういうことなんだなと思いました。逆にまた演奏回数を重ねると乱熟してきたり、ワンパターンに陥ったりというような難しい面もあるんですけどね。パフォーマンスは奥が深いです。そして何より面白いのは、演奏者や空間、その他の条件によっていろんな風に具体化できることでしょうね。行うたびにこちらのイマジネーションが刺激されるわけですからね。まあ、今までの経験から申しますと、不思議なことに一度パフォーマンスを体験した人は必ずまたやりたいとおっしゃるんです。どうしてでしょうね。フルクサス系のパフォーマンスには特殊な技術はいらないし、お芝居のように別の人格に成り代わる必要もなく、素のままの自分でいながら非日常的な行為ができるので、ホモルーデンスとしての遊びの本能が満たされるからかもしれませんね。じゃあさて、ここでアートウィーク東京の会場を巡るバスにちなんでバスのお話をお伺いします。やはりフルクサスに参加した作家のアイオーさんが1960年代に東京でバス観光ハプニングを主催されて、塩見さんも参加されたそうですね。その時のことについて覚えていらっしゃることがあればお話しください。はい、もちろん記憶に残っている断片的なシーンもいくつかありますが、実は当日のプログラムが残ってるんです。それに今世紀になってからギャラリー360度の菅谷美由紀さんが当時8ミリで撮影された記録映像を DVD に変換して送ってくださったのがあって、何度かそれを見てるんですね。ですから私の記憶はその10分余りの映像によって上書きされています。それらによると、これは1966年12月18日に行われたバスツアーで、主催は愛王さん、副主催が秋山邦春さんと山口勝弘さんです。参加者は東京駅から出発する2台の貸切バスに乗り込んで、晴海ふ頭や公園やお寺など行き先だけで、バスを降りてはみんなでフルクサスのイベント作品を演奏したんです。最もバスの中でもできる作品もいろいろやっていたようですけれど、まず晴海ふ頭では愛王さんのタコのイベントとして、たくさんの風船の束に長いタコ糸をつけて持って走ったり、アルハンセンのトイレットペーパーイベントでは大勢の人たちが
トイレットペーパーをほどいて風になびかせたり、それからこれはポステルの TV デコラージュだったと思うんですが、テレビを有刺鉄線で巻いてケーキのようなものを投げつけたり、最後は男性2人が持ってって海に投げ込んだりしていました。そして私の水たまりのためのピースといって、水たまりの周りをみんなで取り囲んで飲み物を飲みながら自由なリズムで立ったりしゃがんだりして水面に映る景色を眺めるイベントも行いました。それと最後は山口さんの焚き火のイベントで、パフォーマンスによって出たゴミを焼却するのにうってつけでしたね。また都内の公園ではアリソン・ノールズのストリングピースだと思うんですが、立ち木がある場所にみんなを集めて、何人かのパフォーマーが長い紐でそこに集まっている人々や木々を一緒にぐるぐる巻いていったんです。これは全員がもう嫌をなしに巻き込まれるイベントでしたから愉快でしたね。それから泉岳寺ではロベール・フィリューのアンプルフード・フォー・スティピッド・トート、愚かな考えのための十分な食べ物という本のナンセンスな問いを朗読してみんなで答えを考えたり、また別のお寺ではジョージ・ブレクトのストリング・カルテット握手をするという作品を行いました。建物の周りを取り巻いている回廊にみんなで上がって、右回りや左回りにぐるぐる歩きながら出会った人たちと握手を続けるというようなパフォーマンスで、これは印象的でしたね。で、帰りのバスで都内を走っている時に私のストリートポエムというのをみんなで行ったんです。それはバスの窓から見える街中の文字を声に出してそれぞれ読み上げていくという簡単なものだったんですけれど、結局このバスツアーはフルクサスのいろんなパフォーマンス作品をみんなで体験するための一種のピクニックのようなものでしたね。とっても楽しそうなバスツアーだったんですね。で、今回のこのアートウィーク東京にも、まあ、バスの中で、行うパフォーマンスの新作を塩見さんが提供されたんですよね。そうなんです、ただしアートウィーク東京のはバスツアーではなくて、いくつかの画廊を巡回するバスの中で何らかのパフォーマンスを行うというものです。しかもこのバスは数分おきに止まって人々が降りたり新しい人が乗ってきたりするわけでしょ。バスの中ということで、とっさに昔のストリートポエムのことを思い出したんですが、でもすぐにこのコロナのご時世でいくらマスクをしていて窓は全開だとは言っても、みんなで声を出すなんてことは絶対にしてはダメだなと思って、無言のアクションでできることはないかしらって考えたんです。で、実は CD プレイヤーから聞こえる音楽と拍手とお辞儀だけでできるある面白いパフォーマンスを考えついたんですが、それを乗客全員で行うためには司会者のような人がその演奏法を声に出して説明しなくてはならないんですね。で、この企画のディレクターの方とも話し合ったんですが、それもやはりこの時期では良くないだろうということで、結局バスに乗ってきた人たちが座席に座っていながら無言で自分の五感を開いていくような、まるで私の初期のイベントのような作品に落ち着いたんです。タイトルは AWT 巡回バスのための5つのイベントというのですが、考えてみれば今時の人たちは電車やバスに乗っている時も皆さんスマホを見てらっしゃいますよね。まあ余計なおせっかいかもしれませんが、たまにはこんな機会にスマホから離れて自分を取り巻いている現実の世界に意識を向けて、窓から空を眺めたり街にあふれている音を聞いたり、皮膚に受ける風の変化を感じたり、街の中に見える言葉を組み合わせて心の中で遊んでみたりというような事柄をたとえ一つでも体験していただければという思いで書かせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。塩見さん、橋本さん、ありがとうございました。塩見さんからも今遊びという言葉がありましたが、ぜひ皆さんもアートバスに乗って自分たちなりの遊びや発見を楽しみながら塩見美恵子さんの作品を体験してください。本日はありがとうございました。